はい、こんばんは。生徒の頼まれた問題です。2018年第2回公認寸大全国模試か。本人たちは回答解説持ってるんだけど、ちょっとよくわかんないってことなんで、私が解説します。この2番ってですね、でっかい2番。AB を実数の定数とすると。で、関数 Fθ を Fθ イコールタンジェント2乗 θ 足す A コサイン 2θ 足す B。で、θ の範囲がマイナス2分の π から2分の π までとして、F0 イコール0、F マイナス4分の π イコール0であるとすると。次の各問いに答えなさいと。1番、A、B の値を求めなさいと。2番、X イコールコサイン2乗 θ とするとき、Fθ を X を用いて表せと。ここまではいけるかな、普通に。で、3の1までいけるか。不等式 Fθ 大なり0を解けと。で、次はちょっとめんどくさいですね。最小値って言ったら解けそうもな、まあ平方完成して解けそうもなかったら、これ相加平均相乗平均ですね。この最小値って言い方がね。じゃあ Fθ の時の最小値を求めなさいと。はい。じゃあちょっと、30秒ぐらい止めときますので、ちょっと問題書く人を移してください。はい、じゃあ行きます。じゃあまず、もう答案作りましたんで、これで説明します。まず1番、 F0 と F-4 分の π を使いましょう。じゃあ F0、 じゃあ、元々の問題文2行目の Fθ の θ に0入れますね。そしたらタンジェント2乗0足す A コサイン0足す1、あ、 B か。で、タンジェント0は0だから、まあ0の2乗ね、足すコサイン0って1だから A×1 足す B。じゃあまとめると A 足す B。それが0なんですよね。F0 イコール0って書いてるから。じゃあこれで点々点1ね。で、もう1個。F のマイナス4分の π が0って書いてあるけど、まあ、まず、まあ、F のマイナス4分の π。ということは、タンジェント2乗のマイナス4分の π 足す A コサインマイナス2分の π 足す B と。タンジェントのマイナス4分の π って言ったらマイナス1。だから2乗ね。2乗だから1です。で、コサインのマイナス2分の π って0だから a×0、まあ0ね。で、足す b と。じゃあ1足す b になるので、それが0と。じゃあこの1番2番、1番2番より、a が1、b がマイナス1が出てきます。よろしいでしょうか。はい。続いて、括弧2。じゃあ今の1番の ab を使って fθ はこうまとまったと。タンジェント2乗 θ 足すコサイン 2θ 引く1。で、この公式やりましたね。1たす3ジェント2乗 θ イコールコサイン2乗 θ 分の1、これちょっといじるためですね。で、もう一個、コサイン 2θ っていうのは2コサイン2乗 θ 引く1。だから全部コサイン θ で表し、もっと言うとコサイン2乗 θ で表したいと。これをコサイン2乗 θ で表し、これをコサイン2乗 θ。そのためにこれを使うと。はい、じゃあいきます。この3はこれを使えばですよ。fθ イコールこうなると。コサイン2乗 θ 分の1引く1足す2コサイン2乗 θ 引く1ね。で、まとめたらこうと。で、x イコールコサイン2乗 θ なんだから、fθ イコール 2x 足す x 分の1引く3と。これが、括弧2番の回答です。fθ イコール 2x 足す x 分の1引く3と。これが2番ね。はい、続いて3。θ の範囲がマイナス2分の π から2分の π だから、コサイン θ にすると、0小なりコサイン θ 小なりイコール1。で、1にはなりますよね。でも0にはならないと。じゃあ、これが言えると。じゃあ、つまり x はこれですよね。いいですか。コサイン θ がこっからここだから、2乗すると、端っこを2乗、端っこを2乗したら0から1。だからこうなりますよね。x の範囲は。いいかな。で、これはちょっと後で使います。後で大事になってきます。3の2でね。で、次、3の1。Fθ は大なり0だから、これで大なり0でいきます。じゃあ、これ大なり0だから、うまいことこれ、x が正なの、x 正だから、x かけても、つまり0じゃないので、x っていうのは、0か、あの、ごめんなさい、x かけても大丈夫と。
じゃあ XXXX かけると 2X2 乗足す1引く 3X 大なり0ね。で因数分解左辺できます。ということでこれは5ね。で、5はつける必要なかったか。まあいいよ。じゃあ5より X 小なり2分の 1X 大なり1。でも4、4ってのはこれね。X の範囲。4より、X は0から2分の1となると。いいかな。であるから、X がこれってことは、コサイン2乗シータが0から2分の1ですね。で、また、コサインシータはプラスなんですね。コサインシータはプラス。いいですかね。コサインシータはプラス。より、コサインシータプラスっていうのは、これよ。これね。コサインシータプラス、これね。まあ、もしくはこの角度からね。シータ、大なり0より、じゃあ、コサインっていうの、コサインシータっていうのは、ここからここまでと。つまり、今、コサイン2乗シータをこう表してますよね。じゃあ、これ、プラスの平方根同士を表したい。だから、コサインシータに表したいので、ただ、こうなります。コサインシータ、0大なり、小なり、コサインシータ、小なり、ルート2分の1と。さらに、この角度なんだから、じゃあ、マイナス2分の π から2分の π までで、コサインが、ルート2分の1、ルート2分の1よりちっちゃいと。ちっちゃい。でも0より大きいと。0ここね。ということは、答え、マイナス2分の π からマイナス4分の π までと、または4分の π から2分の π まで。これは回答です。これは回答。いいかな。ちょっとめんどくさいね、確かに。確かにめんどくさいですね。はい。続いて、最後の3の2、あ、2、あ、いいか。括弧3の2ね。じゃあ、丸4より、丸4っていうのは、これね、その x の条件ね、x の範囲ね、より 2x は正、x 分の1も正、だから正、正は言っとかないといけないと。であるから、相加平均、相乗平均の関係で、今 fθ 自体が、あれ fθ、あれ fθ が今こうですね、2x プラス x 分の1足す3。引く3か、引く3ね。はい。で、相加平均、相乗平均の関係より、じゃあ、ここの部分は、2x たす x 分の1、大なりイコール2のルート 2x かける x 分の1、つまり2ルート2以上になると。よって fθ は、それに引く3をつければいいので、fθ 小なりイコール 2ルート2引く3と。で、これを答えにしていい、もちろんこれ答えなんだけど、確かにね、ちょっと1個確かめないといけないと。つまり、統合成立、6番の統合成立は、これイコールこれの時ですよね。2x イコール x 分の1。で、やってみると、x がプラスマイナスルート2分の1になります。x がね。で、x がルート2分の1の時は、4の条件を満たしますよね。4の条件。4っていうのはさっき見した、これね。これ。これ。だから、4の条件を満たしてなかったら、この統合成立は成り立たないので、これじゃなくなるんです、回答は。でも、x は2つ出たけども、一応条件から1つ目、片方のプラスの方は4の条件を満たしてると。だから、相加平均、相乗平均で出た2ルート2引く3も使えるよと。ということで、よって求める最小値は2ルート2引く3と。2ルート2引く3。だから、一応ここで終わったら、ここで終わったらダメなんですよ。何点か減点くらいますよ。統合成立をやって、じゃあこれ x の範囲、条件満たしてるわと。満たしてるんだったらこれが言えるよと。っていうふうにね。っていう答案を作ってください。そこまでです。じゃあちょっともう一回おさらいしましょう。じゃあ答案バーッと回しますね。カッコ1。これ、ちょっとね。カッコ1ね。どうですか、私の説明で分かってくれたかな。まあこれは最後の問題はちょっと行き着くのは大変かな。でもまあ出だしのでっかい2番だからやらないといけないですもんね。時間的にも余裕がある問題だから。はい。で、ここはまあ単位円書いて考えると。いいですかね。で、最後の2番は、相加平均、相乗平均っていうのは発想ができればよかったかなと思います。まあ、x 分の1を見た瞬間に、つまり x と x 分の1を見た瞬間に、あ、これは相加平均、相乗平均やなと。まあ、これは癖をね、つけといてください。ただし、一応、プラスプラスって条件いりますよ。そうしないと、このルートの中マイナスになっちゃまずいので。
2ルート2だから f シータは2ルート2引く3以上になると。ただしこれで終わらないよね。なんか見えるけど。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃあ以上になります。高2生頑張れ。